パリ五輪男子サッカー。決勝の組み合わせがこちら。パリオリンピックは現地時間5日に、フランスリヨンで準決勝2試合目を行った、U23 フランス代表と U23 エジプト代表の対戦は、延長戦の末にフランスが3-1で勝利、後半19分にエジプトに先制点を奪われるが、同38分にフォワードジャン・フィリップ・マテタが、同点ゴールを決める、試合は1-1で延長戦に突入、延長前半早々に1人退場したエジプトに対し、フランスは延長前半9分にセットプレーの流れから、マテタがこの試合2点目を沈め、延長後半3分にはフォワードマイケル・オリーズがダメを押した。1984年ロサンゼルス五輪以来となる金メダルに王手、スペインとの決勝は9日にパリで行われる。決勝、フランス・スペイン。3位決定戦、エジプト・モロッコ。ヨーロッパ選手権とアフリカ選手権だな。スペインが勝ったら、日本が実質、銀メダルってことでいいか？ 4-0 で勝ったらな。フランスとは直前の親善試合でドローだったし、そこまで差はないよね。今回は、何の波乱もないな。スペイン優勝しろ。GL でエジプトにわざと負けて、日本の方に来たかスペイン。決勝らしい組み合わせ。スペインに勝ったら、メダル取ってたな。エジプト、日本より強かったやん。これは、どっちが勝つかわかんねえな。スペインが何人退場するか見物やね。しかしどうして日本は毎日サッカーだけが、地獄みたいに悲惨なんだろうな。フランスが、PK3 回くらいもらえるんでしょ、知ってる。開催した時だけ強いフランス。どうせインチキして勝つんでしょ、もう見てあげないよ。なんとなくだけど、フランスには、負けてほしい。